はい。今日どんな感じですか？昨日10キロの荷物を持って2万キロ歩いて。2万キロ？はい。2万歩じゃなくて？あ、2万歩でした。失礼しました。2万キロってどこ？どこまで行っちゃうか。2万歩歩いて、はい、首の付け根と肩が、もう痛いです。ほうほうほう。特に左の首の付け根ですね。こういうとこですか？もうちょっと、もうちょっと首より、首より、ああ、そこから首沿いにネックレスラインっていうんですか、うん、ああ、そのあたりですね。もうなんかでも半分麻痺してるというか、うん、かなり痛いです。押されて痛い感じ？そのもうじっとしてても辛い？じっとしてて辛いですね。なるほど、なるほど。押されてると気持ちいい。ほう。ちょっとじゃあ首から肩、少し肩甲骨の方もほぐしていきますね。はい、お願いします。最初うつ伏せでやって、少し仰向けでもやりましょうか。最後は はい幸せです。昨日の今日なのでね、あんま痛いぐらいやっても逆効果になってしまうので、はい、あ、気持ちいいぐらいでやっていきますね。なので痛いとこあったら言ってください。わかりました。なんかじんわりきますね。あ、いい感じ。あ、その辺から、あ、気持ちいい。肩甲骨の方も結構硬いですね、この辺。リュック背負って2万歩ですからね。そうですね、リュックもね、そうね、ちょっとカッコつけて紐伸ばしちゃったんですよね。あ、じゃあちょっと腰の方に下がる感じで開けてたんですね。はい、なんかみんな若者そうしてるから、若者と同じ風にしてみたら疲れちゃいました。若者は多分10キロも入ってないんじゃないですかね。そうでしょうね。体からね、荷物がこう遠くなると負担大きくなるので。そうですね、まあね、よくね、登山家の人とかはピタッてね、背中にくっつけてるので。つけてますもんね。まあね、まあね、街中を歩くかっこよさと体のためとバランスですね。そうですね、ついついなんかね、失うものが何かありますね。かっこ悪さなのか、体の健康なのか。そうですね、女の人のおしゃれもね、結構頑張ってますからね。そうですよね。すごいな、それを考えると。ああ、その筋気持ちいいですね。頭の付け根というか後頭部。あ、なんか頭ジンジンくる。ああ、そこの筋、ああ、すごい。1,2,3,4回目ぐらいでガンガンきますね。だんだん潜っていくような感じがします。うん、押し込んではないですよ。ああ、じゃあ出てきてるってことですか。うん、ね、なんか、なんだろう、感覚がこうじわじわ中に入っていくんだと思います。あんま感覚なくなりますね、下に行くと、頭に行くだけと、うん、ちょっとね、多分遠い感じがすると思います。ちょっと多
この奥になんか、うん、今回の原因がいそうな、うん、全然まだ表面に出てきてない感じが、うん、指もね入ってかない感じです。あでもでもちょっとちょっと出始めましたね。おお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 あ超気持ちいいそこ。おあカラスもいい声出してますね。そこですね。ちょうどね、あと首と肩の境目。そこですね。あ、おお。だいぶさっきより筋肉が動きますね。あ、固まってたので最初。ああ、やっぱりそうですか。なんかすごい辛いですよ。だけどなんかすごく気持ちいいそれ。おお。いいっすね。いいっすか。はい。おお。なんかね、うん、そこがなんかこう動かされていい感じって、ああ、あの先も、ああ、ああ、ああ、肩甲骨気持ちいい。お、ゴリゴリって、ね、ゴリゴリしてます。なんかゴリゴリってなんかジョリジョリみたいな、はあ、外側です。あ、そこ気持ちいいですね。多分ね、背負ってたから多分こう広背筋とかこっちも使ってると思うので。なんかそこも固まってる感じがする。うん。右はあれですね、左より刺激がそんなにないの、うん、やっぱりどうなんだろう、これからかな。まあ、確かに左の方はこうゴツゴツってした感じのコリでしたね。こっちの方がちょっと筋っぽいっていうのに近いかもしれないですね。ゴツゴツし、なんか出てきた感じがする。出てきた。ここはいますね、ゴツゴツ、うん、首と肩の境目らへんはまたちょっと違うかもしれないですね、うん、でも奥は硬いのがいると思うので、そこは頭に響いてくる。あ、なんかこっちはまろやかな刺激がすごく心地いい。
なこれ。明らかに刺激は右と左で違いますね。うんうん、右はね、こうなんかやられてて血液が流れる感じがする。うん。うん、なんかすぐ良くなりそうな感じ。うん、左はなんかいる。居座って。これも血流が良くなると楽なんでしょうね。それでいつも楽になることも、そうですね、治る力が促進されるっていう感じですね。うん、まあね、負担をかけたっていうことは筋肉には残ってるので、それを無理やり消すんじゃなくて、うん、治そうとする力を後押ししてあげるっていう、うん、すると楽になりますね。無理やり消すっていうのはあれですもんね。うん、あれですよね、あの軍隊のそうですね、モロヒネなんかやって無理してでもね、いいですね。24時間働けますかの安静にしてくださいって言いますもんね、お医者さんもね。まあ、ひとまずそうですね、痛いとか辛い時は休ませるっていうのがまあ第一選択ですけどね、本当は。ただね、そうもいかない人たちもいるので。これは硬いですね、これ。うん、硬いですね。なんか出てきましたね。右はやっぱり、右は痛みはあまりないんですよね。うん、多分使ってる長年の疲労でしょうね。そうね、よく動かす右手と耐えてる左手と、うん、使い方が違うので。あ、なんか暖かくなってきた感じがする。うん、なんかポカポカフワンって感じ。お、いいですね。はい、じゃあそしたら仰向けもやりましょうか。はい、
ああ。うん、いるようになりました。ああ。おお。もうね、首がね、よくストレートネックとかヒュルトとか固まっちゃってるんですよね。ああ、なんか固まってる感じがしてます。そう、首がね。そのなんか小刻みな動き気持ちいいかも。で、ちょっとふわっと抜いてあげると。うん、なんかこう抜ける感じがする。そう、ちょっとこう振動で固まってるのを崩して、でちょっと持ち上げて、うん。おお。うん、いいですね。固まってるというか固めてることに慣れちゃってるのでね、力抜こうと思っても抜けないので、こういう状態で使うから疲れるんですよね。あ、うん、持ち上がるの分かりますか？うん、なんかね、上がってる感じがする、うん。最初はなんか全部まとまって上がっていったけど、うんうん、一本のね、棒みたいになってたのから、うん、しなやかさ、なんかしなやかさが出てきてる感じ。はあ、いいですね。なんか指先まで来る。うん、だいぶなんかいいですね、こっち側も入れてきましたね。ほわんってしてどうでしょう、こんな感じで、うん、なんかすごく楽になった感じがします。はい、じゃあちょっと起き上がったのでチェックしましょう。はい、はい、疲れ様でした。お疲れ様です。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤンミミをよろしくお願いします。